報官に伺います。ではその技術的なところから、大橋先生まずはい。大変失礼な言い方ですけど、大変心外です。今まで我々パネルディスカッションで一生懸命説明してきてですね、皆さんお聞きになってたと思うんですけれども、今日はプルサーバルの安全性というタイトルでパネルが開かれました。で、出光先生はまあきちんとした先生ですので、データを持っていかに安全であるかを説明されて、私はこういう問題をどういうふうに考えるべきかで、どう考えてどういうふうに設計して安全を確保しているのかというご説明を差し上げました。で、それが噛み合わないとおっしゃるんですけれども、反対派、慎重派の方が言っておられるのは、もうその10年も前に検討して、溶融温度が少し下がるとか、制御棒の機器がプルトニウムだとちょっと悪くなると、もうみんな考慮に入れた上でですね、国は報告書を出して、九州電力は安全審査の解析書を作って、国がさらに安全審査をしたという結果の中に入っていることをごちゃごちゃ言っておられるんです。で、それはもう全部型がついちゃってますから、今日、慎重派の方が言っておられたのは皆さんご存知のように、エネルギー政策としておかしいんじゃないかとか、地震が起きたらどうするんだとか、再処理工場で青森とか岩手のことを考えてみろとか、ふるさとの安全と全然かけ離れたことばかりです。それならそういう専門家を呼んできて議論する。どうしてですか？どうして関係あるんですか？いや、フルサーバルの安全性とは関係がないですよ。規則発言で会場とやらないでください、壇上と。わかりました。それは皆さんのお気持ちは多分、小出先生が先ほどおっしゃったことだと思うんで、そういう刺激の仕方はしないでくださいね、大橋先生ね。いえいえ、せっかくみんな冷静にね、話してきたんだから。せっかく説明をしてもですね、いや、噛み合わない、わからないといつまで言ってもそうじゃないですか。それ理解しようという気があるんでしょうか。まあ、ちょっとそれぐらいにしといてください。ちょっと、今の、大橋先生の発言については私もイエローカード出しますけれども、ただ会場でまたそういうふうにして不規則発言をたくさんされると、他に静かに聞きたい方もいらっしゃるんで、それだけはもうちょっと控えてくださいね。皆さんの今のご立腹は分かりました。いいですね。はい。じゃあちょっと大橋さん待ってくださいね。で、小出さん短くお願いしますね。本当に質問の時間がだんだんなくなってきましたんで。一番初めに申し上げたけれども、安全性の問題というのは単にテクニカルな問題だけでは決まりません。原子力の政策的な問題もあるし、もちろん経済的な問題もあるし、日常的な管理の問題もあるし、いろんなことが絡んでいるわけです。で、技術というのはもちろんなるべく事故が起きないようにやるわけですけれども、必ずしもそれが貫徹できない時があるわけです。で、今までも事故がずっと起きてきたという、そういう歴史をたどっているわけで、プルサーマルをやればその危険が増えますと私は発言をしています。そういうものを皆さんが受け入れる必要は私はないというふうに思うということを一番初めに申し上げたわけです。また、昨今の原油高とか尖閣列島、天然ガスの問題、かなり厳しいと思っています。あと、この先生のその想定外の危険度というのにハテナマークがついた資料があるんですけども、これ例えば想定外とはどういうことなんでしょうか。具体的な例はあるんでしょうか。まずエネルギー資源のことからお伝えしますけれども、確かに日本というのは資源小国なんですね。で、自分の国の中で取れてるエネルギーは確か 4% ぐらいしかないだろうと思います。残りのほとんどのエネルギーは輸入してきているわけです。原子力は何か国産エネルギーのようなことを言う人がいるんですけれども、もちろん違います。全部が海外からの輸入です。結局日本という国は、大変エネルギーの少ないところでなんとか生き延びなければいけないという宿命を持っているわけですから、なるべくエネルギーを使わないように、これからどうやって社会を作っていくかということを考えるのが一番大切なことです。どんどんエネルギーを使いたいから原子力でも何でもいいから持ってこいという、そういう考え方自身を改めていただきたいと、私は思います。それから想定外の事故というのはどういうことかというご質問ですけれども、私は先ほど発言をしたときに、国がどういう事故を災害評価をするかということの説明をちょっと聞いていただきました。国は重大事故という事故と、それから仮想事故という事故を2つの種類の事故を考えて、それで事故想定をして、周辺の人たちをどうやって守るかというようなことをやっているわけです。ただし、その事故では格納容器という、最後の砦のようなものは絶対壊れないというその前提でその災害評価がなされてしまっているのです。でも、格納容器が壊れるという事故も、シナリオとしてはいくらでも書けるのです。そういう事故が起きた時には、被害がどんどん大きくなっていくということになるわけです。そういう格納容器が壊れるような事故の想定もして、そういう場合にはどういう対策が必要なのかということを考えるのが国の責任だし、自治体の責任だし、それを皆さんにまず伝えた上で判断を仰がなければいけないだろうというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。